今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。はい、今日はですね、餃子の王将吉祥院八条通り店というのが新しくできたので行ってまいりましたよ。なんかね、新しくできた王将さんって、もうなんていうんですかね、こう教育されているというか、失敗できないので、すごいこうちゃんとしたものが出てくるという噂がありましてですね、オープン当初はもう絶対に美味しいものが出てくるという話なので、本当かどうかと思って行ってまいりましたよ。いろいろね、食べたいもんあるんですよね。チャーハンも食べたし、天津飯も食べたし、でもね、中華丼とジャストサイズの餃子をすることにいたしました。やってまいりました。餃子のジャストサイズ170円でございますね。昔は170円で1人前あったんですけども、ちょっとこのところの物価高騰ですごい値段上がってますね。それと酢がだいたい机の上に置いてあったのに、もう今机の上じゃなくなったんですね。言わないと出てこないようになってしまいました。さあ、そしてやってまいりました、中華飯というのか、中華丼と言ってるのか、中丼というのに中華飯なんですね。いや、これビジュアルめちゃくちゃ良くないですか。あんだくでもないのにあん結構いっぱい入っております。で、大好きなうずら卵ちゃんも入っておりますよ。具材もこれ結構具沢山で多いような気がするんですけれども、どうでしょうか。で、食べたらね、うまいんですよ。やっぱりなんかあんの具合もバッチリでしてですね、いやー、これ素晴らしい、ほんまにうまかった。で、餃子ちょっとね、餃子が早く来すぎてちょっと冷めちゃったんですよね。この辺はちょっとなんかやっぱり出来たてなので、オペレーションが回ってないということなのでしょうか。まあ、ちょっと冷めた餃子をいただいておりますが、まあ、これはでもまあ安定の王将の餃子ですね。酢をかけていただいております。で、この中華丼めっちゃうまかったんですよ。なんかもう今ももう一回食べたいなと、リピートして食べたいなと思っているんですけれども、これ中華丼でこんなうまいんやったら、もうラーメンとか他のやつもうまいんちゃうかなと思って。で、結構混んでおります。やっぱり新しいからみんな物珍しくて来るのかもしれないんですけども、めちゃめちゃ混んでおりました。まあ、お昼間に行ったからっていうのもあるんですけれども、でね、エビもプリプリで美味しいし、炒め具合もバッチリだし、肉もいっぱい入ってるし、いや、これ王将で食べた中華丼の中ではもう群を抜いてほんまに美味しかったんですよ。もう一回行きたい。すいません、ちょっと喉がねおかしいです。はい、場所はこの辺です。八条通りですね。西大路、八条をずっと西に行ったところでございます。ラーメンボンボやったかなの、隣でございます。いや、美味しかったです。というところで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝お会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。ここの王将ちょっと通ってしまいそうやな。